ときました。アーカイブスも確認しますか。悟空がいいですかね。いきます。はい、あれ、あ、信州ウーロンでした、うん、まあ、とりあえず開けることはしばらくないでしょう。はい、ではですね、まあ、今回とりあえず、仮面仙人だけ開けてみたいと思います。パッケージ確認飛ばしちゃいますね。お、ブリスターなんですね。で、結構重いです。では見ていきましょう。まずは本体から。でかいですね。立ちますかね。お、いけますね。じゃあ補助パーツはありますがなしで見ていきましょう。杖は差し込む感じですかね。よし。でグラサンをかけまして、これで準備 OK だと思います。はい、完成しました。いや、いいですね。美少女フィギュアで囲みたくなってきます。はい、というわけで美少女背景でちょっとだけ写していきましょう。こんな感じになってます。はい、ということで今回のくじなんですが、なんとまさかの奇跡神残りに遭遇することができました。もう少し遅かったら間に合いませんでした。というか前の方もまあ同じ状況だったかもしれないです。なんかすいません。で、今回のくじですね、個人的には亀仙人が一番欲しかったんですよ。で、ドラゴンボールフィギュアも無印だと悟空とピッコロ大魔王くらいしか持ってないので、私程度だとやっぱりご飯牛魔王っていうのは結構コアなんですよね。ですのでやっぱり主要な亀仙人が欲しかったので、うん、今回は本当神残りで、でまさか悟空までゲットできるっていう、うん、本当最高の形となりました。ありがとうございました。で、フィギュア自体もですね、まあ、相変わらず成型色は多めだったり、であと袖と体の黄色、なんか色味に違いがあったりですとか、まあ、細かい気になる部分っていうのは多少ありますが、やっぱりマスターライズということで造形細かいですし、でボリュームもあって、あの満足度はもう本当とても高いフィギュアだと思います。まあ、やっぱりこれは集めたくなりますね。まあ、でも現状はまだ無印 EX 続編は決まってないですよね。あのブルマですとかクリリン、ヤムチャあたりとかやっぱり欲しいですね。まあ、でも今回のくじも実店舗で引くことができなかったので、今後も書店系は不安なんですけどね。まあ、でも開催の際はまたぜひチャレンジしてみたいと思います。はい、まあそんなわけでですね、今回おもちゃショーがあって出遅れちゃったんですが、うん、最高の形で終わることができました。ありがとうございました。ということで以上になります。今回は一番くじドラゴンボール EX 亀仙流の猛者たちオンラインで引いてみたでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。